発酵器は、生物発酵を行う器官として、発酵動物の多くが持つ、効化器である。発酵器官硬効化器と呼ばれることもある。発酵するホタルの一種ランパイリーズ、ノクテル化発酵を行う動物は、散発的で、系統関係はない。生物発酵を行う動物であっても、ウミサボテンや、ツバサゴカイのような発酵細胞が、 体表全面に分布する種では発光器は存在しない。発光器が存在するものでも、体外発光型のものでは発光装置は単細胞か、小型の発光線となる。夜行虫のような単細胞生物は発光器を持たないが、細胞内に脂質性発光下流を持ち、発光性の細胞器官と考えることもできる。生物発光を行う、生物全般については、 生物発酵分類群との関係を参照。生物発酵のうち、自分で細胞から発酵ソルシフェリンを分泌し、それが、コーソルシフェラーゼの触媒により体内もしくは、水中の酸素で燃焼して起こるものを自力発酵と呼ぶ。それに対し、強制細菌が強制することによって発酵するものを、強制発酵と呼ぶ。 ただし発酵バクテリア自身もルシフェラーゼにより、触媒される反応によって発酵している。なお、同様の仕組みで発酵するものの基質はすべてルシフェリン、それを触媒する酵素は、ルシフェラーゼと呼ばれるが、実際の分子は、それぞれの種で異なる。また、発酵の仕組みにはルシフェラーゼではなくオアンクラゲのように、イクオリンが関わる系も存在する。 発酵器を持つ動物であっても、それが、自力発酵か、強制発酵かは動物によって異なる。ホタルの持つ、発酵器は、体内発酵型で各種の補助装置を備えている。下流性の発酵細胞層とその背後にある、尿酸塩結晶の豊富な反射細胞層からなる。どちらも中杯溶性で死亡体に期限するとされる。 発光細胞中のホタルルシフェラーゼは ATP を使ってホタルルシフェリンから冷気状態のオキシルシフェリンを生成する。これが基定状態のオキシルシフェリンに変化する際に黄緑色の光を放射する。発光器前面の口倉は透明になって色素を失い光を通すようになっている。発光細胞層は気管の細枝が細く入り込んでおり、 発酵に必要な酸素を供給する。同様に神経生味も入り込み、神経インパルスを伝達する。ホタルの発酵は異性個体間のコミュニケーションに用いる。桜エビの持つ発酵器は表皮型で、発酵細胞層と反射細胞層からなる発酵器があり、前面に口ククラ性水晶体と背面に色素素が発達するため、 光需要器である目に匹敵する構造文化が見られる。ホタルイカや深海性魚類でも同様の構造を持つ。桜エビの発酵器はオアシ状に左右一体存在する。宝石光イカライコチューシーズローラジェラの発酵器。テンタクルフォト、触腕柄の発酵器、オキュラーフォト、眼球覆面の発酵器アナルフォト、肛門両脇の発酵器。 ブランキアルフォト、エラキブの発酵器アブドミナルフォト、胴体の発酵器ポステロ、アブドミナルフォト、内臓脳後方の発酵器等足類の発酵器の模式図。イカでは、高イカ類を除くグループで発酵器を持つことが知られている。特にクラゲイカカは、全種が発酵し、他にもツメイカカヤツデイカカアカイカカなどでも発酵することが知られている。 イカ全体の45%にあたる200種以上が発酵を行う。浮遊性のタコでもナツメダコのように発酵する種が2種のみであるが知られている。逆に、定性のタコや定性である高イカカは発酵を行う種はいない。発酵の主な目的は自分の姿を敵から隠すためであるとされる。 遊泳しているイカの下から発色者が現れた場合、明るい水面に対し自分の姿が影になって発見されてしまうが、外界の光の強さに合わせて発光量を調整することで影を消す。半透明の体を持つ外洋性のホウズキイカ類では唯一影を作る肝臓と目の下に発光器を持つ。それ以外にも闘争の際の目くらましや、 食案の先に発酵器を付けようおびき寄せるルアーとして、また仲間同士の意思疎通として発酵が用いられる。ホタルイカモドキカエネプロタサでは40種程度知られているが、そのすべてが発酵する。種によって発酵器の配列や密度が異なる。ホタルイカワタセニアシントランズでは、皮膚、眼球、第4、腕先端に3種類の発酵器を持ち、 それぞれ少しずつ構造が異なる。いずれも発光細胞から光を出し、反射板、フィルター、導光域、レンズを備える。該当膜覆面には約500個の皮膚発光器。第4、腕先端にはゴマ粒状の3個の発光器。眼球腹側には5個のビーズ状の発光器が並ぶ。第4、腕先端にある発光器は敵のめまい増しに用いる。 南洋ホタルイカオブレリアンドマニカでは、街頭覆面には、大小約500個の発光器を散在し、眼球には両端に2個、大きく不透明の中央に、大色で、ガラス様である3個の、計5個の発光器があるが、腕先端の大型球形発光器は持たない。また、ホタルイカモドキ属エネプロ中シーズでも、複側の発光器の配列が、分類形質として用いられる。 ホタルイカは、青一色の発光器を持つ。周南極海域に生息する、外洋性の宝石光イカライコーチューシーズローラジェラ、では、一個体で赤、青、緑、黄色といった何色もの発光器を持つ。宝石光イカの発光器は、触腕柄に5個埋在し、眼球覆面に5個ある。さらに外頭空の肛門両はに、 赤色発酵器が1体、エラキブ付近に1体、その間に、第1個小2個の発酵器が横に並び、内臓脳候補にも3個ある。つついカ類の発酵器はルシフェリンによって発酵するのに、対し、団子イカ類やミミイカ類の持つ発酵器は発酵バクテリアビブリオの強制によって発酵する。そのため、光る墨を吐いてダミーを作るなどの行動も行う。 耳カ類の多くは内臓覆面に発酵器を持つが、蝶地にかいチューシーズジャポニカのように発酵器を持たない種も存在する。卵の頃は発酵性を持たず、成長の過程で海中から特定の発酵バクテリアを取り込む。発酵器は外頭膜中に強制バクテリアを済ませる空間があり、そこにレンズがついた構造をしている。発酵バクテリアが 宿主の意思に反して発酵することを防ぐため、木獣脳に覆われている。裸岩子の一種ハイガフェムイゴミの発酵器 BR、エラ状発酵器、祖、眼下発酵器、VN、ビブ腹側発酵器、DN、ビブ肺側発酵器、PO、胸部発酵器、PLO、胸びれ上部発酵器、プボ、胸びれ下部発酵器、ボーカル、腹気発酵器、ビロ、 副機上部発酵器。SAO、尻ひれ上部発酵器。ポル、体側後部発酵器。アワ、尻ひれ全部発酵器。オーパス、尻ひれ後部発酵器。GS、お柄上部発酵船。ギ、お柄下部発酵船。PRC、尾ひれ全部発酵器。発酵器を持つ、発酵魚は角ザメ目。風船ウナギ目。外イワシ目。ワニトカゲギス目。キュウリウオ目。裸イワシ目。 タラメ、アンコウメ、キンメダイメ、スズキメなどの分類群に現れ、すべて解散である。発光する光の色は、単緑色、または白色のものが多いが、能力色や真紅色のものもある。発光の目的は、認識信号、照明、誘引、威嚇、防御など種類によって様々である。発光器を持つ天眼ガンムネーソアルギリペリカスヘミギムネス。 発酵器を持つ、裸岩子の一種。裸岩子族の一種、ダイアフォスレーフィネスキー語孔裸、セラタスコープレスウォーミンジャイキューリエソ族の一種、モロリカスミューエレリーと、その発酵器。自力発酵を行う魚は、ほとんどが深海魚だが、長官の一部に、自力発酵船を持つツマグロイシモチジェーディアエリエティの、ように旋回性の種も存在する。 ワニトカゲギス目は、横へそか、胸へそか、銀裸か,か、ワニトカゲギスかからなるが、ほぼすべてが、発光器を持ち、その存在する位置によって様々な名称で呼ばれる。ワニトカゲギスかの放来へその一種では、交際絞りを備える、発光器を持つものがあり、交際筋の神経的制御による開閉で、先行効果を生じる。 裸イワシカの発酵器は最も進化しており、神経や血管が発達し、瞬間的に発酵することができる。死由によって異なるものも存在する。カラスザメ類の発酵器は、皮膚器官として無数にあり、水天部、ハーペドンマイクロセルでは発酵するが、発酵器を持たない。チチョウンアンコウ、ヘモンターレホスグローンレンディカスの発酵器は、 頭の前端から伸びる長い柄の先にある。強制発酵を行う魚の発酵器は、発酵バクテリアが侵入するために発酵線は必ず、消化管のある部分か肛門付近に開いているため、開口式と呼ぶことがある。それに対し自力発酵を行う発酵器は、閉鎖式と呼ばれる。マツカサウオモノセントリスジャポニカの化学前端にある。 発酵器は発酵バクテリアビブリオモノセントリスによる強制発酵を行う。深海魚以外の発酵器の多くは強制発酵を行う。ホタルジャコでは強制発酵器を体内の深部に持ち、魚体の下半分の左右の筋肉が乳白色の半透明であるため関節照明効果を生じる。そして動管によって肛門に開け穴する。 ヒイラギの仲間では食道を発光線が取り巻き短い管で食道といの境に開け穴している発光線の後方には反射層及びレンズがあり暗所では魚の下半部が明るく見え生地は光を明滅することができる当時カロリンクジャポニッカスなどそこだらかの多くの種が腹部に重装した細長い発光線と同感を持ちその後端が 肛門直前に開け穴する。そこだらかの日本万うだらマリカセファラスラビスなどは、肛門の前方に発光する2個の黒い窓があり、その内部に発光線を持つ。ありがとうございます。